どうもマスターブレーダー堀川だーよっベイベーよっしゃ、これよマスターブレーダー村木だー村木ベイブレーブレということでね、はいはいはい、まあ新商品紹介、はい、出ましたね、これ8月6日6日です、土曜日発売8月6日はい、これがこちらよブースターアンロックユニコーン DN こちらがこの実物なんですけども、ディフェンスタイルユニコーンがついにデュアルレイヤー化しました、しましたね、もう見てください、この角が1個だけなんだね、もうね、周りはもうね、ユニコーンの縦紙なんですけども、はいはい、角がね、1個だけグランって飛び出てる、なるほど、なので、基本は縦紙で相手の攻撃をいなして、いなすで、相手が弱ったところでギュンと角でね、角がね、当たるよ、はい、これカウンター攻撃もできちゃうというね、新しいタイプのディフェンスタイプ、しかもこのね、ディスクもね、新しいディスク、ダウンディスク、ダウンディスク、ダウンディスク、下とこですね、とにかく下の方に重さをね、低重心、重さを下に寄せた新しい設計のディスクになってるんで、これもぜひ試してみていただきたい。しかもドライバーをレアのね、そう、レアのニードルが入ってますから、これ結構買い得なセットですよ、そう、このブースターは。素晴らしいです、ね、はい、これもうね、エクスカリバーの攻撃とかもね、数のもう防ぎ切っちゃうぐらいのディフェンスタイプだと思います。最強と言われてるあの攻撃力を、はい、エクスカリバーの攻撃さえ、しのいちゃうぐらいのディフェンスタイプ。というところで、まあ、出ますよ。それと、はい、プラスですね、エクスカリバーから始めたようなんですね、ここにおすすめのこのね、トリプルブースターセット。いいね。3つのブースターで、まあ、要はこの中3つ入ってるよっていう、まあ、箱の中のブースター3つ。あ、3つ分ね、ちょうど3つ分なんですけど、入ってるのが、はいはい、まあ、ビクトリー・バルキリー、ブラック・バーニー。おー、バルキリーかっこいい。で、アッパー、クエイク。おなるほど、ビクトドライバーもね、初めから改造してくれてる。改造セットに入ってるやつだから、持ってる子ね、結構少ないんじゃないかな、とか入ってるのと、さらにこうね、こうガチャで出会った、このね、カオスがもう入ってる。はぁ、カオス。そして、オーバルジャイロね、まあ、時給系の改造で入ってますんで、これ超お得です。さらにこれね、これ新しいやつ。これがもう新しいやつですよ、これ。新しい。ノバーネプチューン。ネプチューン、ネプチューンの進化系、はいはいはい、入ってまして、そしてね、バーチカルトランス、すごいトランス、なんかすごいドライバー、こうね、ドライバーが、ね、一番上なんですけど、はいはい、これ切り替えで軸先かなんか変えられるんですね。は、要はカチッとやると当たれない、なるほど、そしてカチッとやるとスタミナない、なるほど、というようにもう相手のベイを見て、あ、こうしようって、こうその場でバトル中とかバトルの途中でもこれは変えられるんで、なるほどね、1回のバトルの中で、1回の試合の中でバトルごとに切り替えられるっていう、あのめっちゃずるいドライバーがありますので、ね、これね、全然ルール違反じゃございません。そっか、ドライバーをね、変えちゃったらダメだけど、こう切り替えなんで、切り替えは OK、 OK、 あー、それはいい、めちゃくちゃ使えるじゃないですか。そうなんです、っていうね、あのめっちゃ使えるパーツとか、まあ、レアなパーツがね、ふんだんに使われてるのがこのトリプルブースターセットなんで、うわ、ぜひね、これ皆さん、あのね、もう全部ゲットしてほしいです。これいいな、うん、いいセット用意してますん で、ね、ちょっと夏休みとかね、だと思うんで、これね、チェックしてください、うん、そしてさらにこれなんか新しいグリップがね、今グリップね、すごくね、うん、必要だよってことがね、多いと思うんだけど、うん、新しいね、グリップが出たんですよ、カラビナグリップ、形が普通にね、グリップが、うん、ね、今まで通りにグリップで、はいはいはい、まあ、使えるんだけど、まあ、握りやすくなる、さらに腰にこうやってね、カラビナなんで装着することができるんですよ。いい、なのですぐどこでもペイバトルができますよと、かっこいいいうね、持ち運び便利な、ね、ものすごい便利なグリップになってますんで、これ皆さんこちらもチェックしてください。いいな、カラビナグリップで、さらにね、これね、着脱もこれでできるんですね、ここでできるんで、こんなこともできちゃう、こんな使い方できちゃう、こうやってね、腰にこうやってぶら下げといて、バトルになったらここだけスッと外してて、すぐ持ち運びね、他のグリップと組み合わせても、いろんなこんなね、便利な使い方もできる万能グリップなんで、皆さんぜひね、こちらのカラビナグリップもチェックしてください。実際に私も使ってますね、これでね、ずっとね、実はイベントこれで来てます、村木は、はい、ということで最後じゃあバトルね、はいはい、やりたいと思うんで、いいで、じゃあそんな最強っていうんで、僕がエクスカリバーですか、ゼロエクスカリバーを使って、はいはい、この攻撃してアンロックユニコーンのバトルしますんで、はい、全部防ぎます、まあ、全部ね、もうこういうこんな言ってるけども、俺絶対バーストするから、うん、低重心だから大丈夫です、じゃあ行ってみましょう、じゃあバトルスタート。
はい、ということでじゃあこのアンロックユニコーンの鉄壁防御とカウンターのこの角でね、おエクスカリバー、上のエクスカリバーをもう打ち負かしてやろうと。いやもう僕はもうバーストするのみなんで、はい、簡単ですね。いきましょう。まあそれを防げばいいのみですから。はい、いくぞ。3、2、1、ゴーシュー。よし、いいシュート来た、いいシュート来た、うわ来た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 、うぃ、俺いなして今ね、いけいける、このままバーストへ込む、いけいけ、上のエクスカリバー、今角で弾き返しましたから。ほらほら見た、今の攻撃が効かねえ、途中バーンって角で弾き返してスタミナも奪えるっていうね、このカウンタータイプのディフェンス、いやー素晴らしいですね。ゼネックスカリバーすら届かないと、これがアンロックユニコーンだ。みんなみんなみんな聞いて聞いて聞いて、俺青いバルト、俺の活躍見てくれてる？ベイで熱血ボトルして友情、汗、涙、笑い、バーッとバーッとめっちゃバーストさせるぜ。一見バルキリーベイブレードバースト、テレビ東京系列にて毎週月曜夕方5時55分から放送中。3、2、1